まこなこです。さて続きやっていきましょうか。今現在54%の達成率、18、遠い国、いきましょここの北には川岸から大きなタマリスクの木が生えている。その幹にはオシリスの頭があります。ケイロン、兵士が近づいてくる。私はニオル・ドシル、一つ目を追っています。ミズガルズからずっと彼を追跡してきました。一つ目？ガルガレンシスか？キクロプスの？ええ。彼は北方で巨人を団結させました。ミズガルズの多くは今や廃墟となっています。私たちはラグナロクを防ぐために彼を追っているのです。ラグナロク？世界の終わり、一つ目を見たことがありますか？彼はここにいる。俺たちも彼と戦っているのだ。お前らも参加するか？そうしましょう。見ろ、ということで、あいつを追跡して宿営地まで行けば手を貸してもらえるかもしれない。結構、これは連れてきるよね。ここだね。これ、石膏、本当に大丈夫？味方？東にある砂漠の漂白の民の村に助力を求める。これ、この場所か。私たちの宿営地へようこそ。私たちを守ってください。これ取られたらダメとかあるのかな。あなたがタマリスクの木へと向かうのを手伝いましょ働く人々にタマリスクの木を切らせる。タマリスクの木というのは、これヤシの木、こっち側のことか。わ、なんか随分荒ぶってんね、木が。タマリスクの木。そこまでまずはルート通さないとダメってことか。オシリスの頭を手に入れる。木を切ると頭が手に入る。今なんか赤いのが見えたな。敵がいた可能性がある。さて何やらせるか。木切らせて、黄金は、パッと見当たらない。まあ散策しろっていうね、話だろうけどね。自動で散策してくれる、そうしたものが見当たらないので。ミイラ。なるほどね。ミイラの墓を探す。偵察部隊がないんだよね。これどうだろう。下を寄ると反応しない？誰か。ケイロンで反応する可能性がある。敵いる？今戦ってる音が違うか。これなんで攻撃してんの？これは攻撃対象？攻撃始めた。敵か、じゃあ。まだ黄金が見当たらない。次の時代に行くには、ああ、これ上見ればいいか。食料が足らない。聖職者一人欲しい。ボケっとしてるのは家でも作らせましょう。あーっと敵が出てきた。これ、倒れると、全体に対する悪影響あるけど、まあいいでしょう。家を作らせる。食料をちょっと確保したいので少し待たせましょう。ペイロンで探索。こっち側村作れる。もう早めに作ってしまいたいけど、誰か。いけるけど先に、まあ、作るかな。どっちを優先しようか迷ったけどね。敵の時代に行くのか、村を作るのか。ここに黄金、ようやく。今の段階でこっち側対応やっていきましょう。
やっぱりこういう馬系といったらいいか、比較的移動が速そうなユニットを扱えると気分的に楽。あ、なるほどね、食料と少ない。あー、よくないよくないよくない。あ、これでもなんか持って帰れそう。うん、攻撃食らってる。これで敵出てくる可能性あるけど、食料の数が限定的なんだよね、まだね。なると木切らせるよりかは、木はそれなりにあるんで。あ、でもそっかそっか、これ畑は確かゴールドの方が必要だった、黄金の方が。うん、これ持ち帰ってきた効果は、ポルスのコピッシュ、英雄が神話ユニットに対してダメージを大きく与えられるとなっている。こっちが上の方に敵勢力が多分いるんでしょう。魚はいないか。こちら側に敵勢力いるんだれば、ちょっと待って、襲われてる？襲われてんね。うん、中央からも攻撃届いてる。市場ね、市場でもまだどこに持ってけばいいかみたいなところあるから。え、ちょっと待って、早くもスフィンクス倒されてんだけど。うん、食料なくなってる。ゾウは倒せるのかどうかの問題がある。うん、ここら辺。回り込まないとダメか。で、次の時代、もう間もなくなんで待ちましょう。ここは通り抜けはできる。ああ、よくなかった。ちょっと待って、全員前に出てきて。いや、大丈夫か、敵がいるのか。うん、食料取ってくれている。早く次の時代行って。待って、どこ襲われてる。あー、やってきてるね、こっち側。そかそか、ゾンビどこか襲ってくるみたいなこと言ってたんで。これがそうでしょう。うん、次の時代はやっぱりレーザー魅力的なんでね、このクロコダイルがいる方、ハートホール行きましょう。うん、硬いね。で、これならばまた自動でやってっていいと思うんで。こっち側も民増やしましょうか。で、配分。次3の時代だからもうバランス型でいいんじゃない？あ、なんか動き止まったね。ちょっと待って、これ下ろしてから行ってもらいたい。どうするか、農場も作らせましょう。うん、回復終わってから。民の生産速度を早める。で、回復終わってるので探索行きましょうか。さすがにこんなところにはないか。次の時代になったカゴね、これ使い勝手ちょっと難しいからね、使えないわけではないんだろうけど、玉よけでこの辺り置いときましょうか。そしてユニット生産できる場所がないので、まず一つ。あー、向こう側、嘘。
あれはもうしょうがないか。金欲しかったけど。ここか。この場所を壊してけってことか。で、金こっち側にあるので、ここ壊し終わったら。うん。こっち側まで向けましょう。向こう側敵来る可能性あるけど、来るね。これは倒せそうな気するな。ちょっと待って、これなんか入ってもらいたいけど違うよ。ああ、もう操作追いつかない。オルトと X だけか。違うよ。え、オルトと X じゃないの。オルトと X で入んない。いや、入った。うん、まあ、そこまでダメージ食らってないので。なんでこれ敵陣逃亡してんの。なんか入ってもらって、多分だけど全然減ってないので勝てると思うんだよね。こっち側にちょっと寄るのやめてもらいたいけど。で、ここ終わってた生物、あ、違うわ、それっぽく見えたけど。多分大丈夫だと思うのと、うん、出し切った。うん、これ一斉に殴りかかりましょう。ここからオルトと X で出す。またユニット生産。そしてヤグラぐらい見張り台作っとく。これ動き止めたらいつ動くか。今動いた。ユニット今30か。まだまだか。これユニット生産。続いて武器庫作って、やっぱこれあると邪魔だね。この範囲でユニットしようとする際に戦闘系がいるとそれが先に優先されてしまうから。こっちが水辺あるけどどうなんだろう。さすがに魚が釣れそうということはない。右上はまだかな。要塞を作れるようになったら検討してもいいかも。18名も暇してる。19名、なんでだ。まあでも勝手に動くよね、当然ね。なんか動かない可能性があるからね。19名止まったまま。お、こっち側。襲われてんね。もう最初から入れといてもいいかも、こっち側。そして生産をやめる。うん、なんとかなるでしょ。ユニット連れていきましょうか。勝ててるもんね。で、これヤグラ監視等はヒットポイントと攻撃力も増す。いや、違うよ。なんでこっち側行っちゃった。全部中入って。うわー、あと少しなんだけど倒された。しょうがないか。ボルト X で出す。まあでもこんな感じでユニット増やしていけば。一応先行けるけど敵この辺りいるんじゃない。ああ、まあ敵いるけど。ミイラか。これ倒さなきゃいけないけど、いや倒さなくていいか。ここまでだね。
まあ、大体分かったんで帰りましょうか。ここも矢倉か何かで対応をやっていけば。そろそろどうするか、次の時代に行くか。食料1000、食料2人しか割り当てられてないんだけど、農場やったりよね。作るか自分で。農民生産もやめましょう。うちは回復終わってる。まあここ水辺もうこっち側の中にはなさそうかな。ミイラ沸かす場所となると、このユニットをどこに配置するかの問題が出てきてる。これはなんか小さなスフィンクスみたいなものあるけど、生物があった。一旦戻りましょう。ああ、こっちがね。まあ、しょうがないか。ちょっと間に合わなかったな。いろいろと。で、ユニットが来るということは、こっち側もある程度生産をやっとかないと。あれがこの下の方じゃなくね。こっちが来てくれればいいけど、中央の方に。民は沸かしてるよね。今してる人。うん、こっちが来てくれてる。これはありがたい。うん、まあしょうがないかな、あたりは。動いて。うわ、こっちが行かなくていいよ。なんで行ってんの？中央から引っ掛けてくれてるんで。ユニットも出てるはず。出てない。こことここ、こういうよくわからん動きするのは何なのか。行かなくていいよ。ちょっと待って、壊滅してるんだけど、ゾウが強すぎるんだろうね、多分ね。行かなくていいんだけどな。何やってんだか、この辺りは。うん、さすが英雄がいるんで。これなんか随分濃厚んじゃない。まあでもなんとかなった。ちょっと壊滅してしまってるけど、しょうがないか。んで、そろそろこれも作っていく。神殿は多分いらないので、ユニット生産やめて、評価の方優先しましょう。こっち側から来るか。となると、矢倉も。ああ、違う違う違う。これも金必要。そして今、金取ってるのが、合わされてるか、さすがに。今してるのは全部こっち側。ここも襲われそうだけどね。この牛舎は何だろう。何をする。町の人はより早くより多くの黄金を運べるようになる。この牛舎自体は何か動かす必要あるのかな。万能の移動備蓄所。なるほど。これ多分ここに持ってけばうまく活用してくれるんじゃない。ここに
多分運んでくれるみたいな、そんな内容だと思うけど。畑うんぬん、うるさいね。キュ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 言ってて。これちょっとさ、ひどすぎやしない？これも下がっていった。下がって。またユニット量産。ゾウ優先か？ああ、ヒーロー倒された。いやー、あれだな、結構早いな、敵が来るの。もっとのんびりできるかと思ったけど、ちょっと左が行ったの失敗したかもね、こっちが行ったの。それで敵をちょっと動かしてしまった可能性がある。ユニット作ってないけど、そもそも作ってもな。全員一般市民よ、戦ってくれ。ダメージ与えられてるかどうか分かんないけど、まあそれでも倒してるな。あ、なんだ、結構民強いね。普通に民が活躍してる。こういう時も変になんか移動しようとしちゃうんでね、せっかくこの戦ってる最中も。殴って全員で。あー、これそういえばイナゴとかいろいろあったな。忘れてた。しかもこれ敵の竜巻でしょ。あ、吹っ飛んでる。なんか全然ユニット選択できないなとか思ってたら。しかもさ、ミイラもセットできてるんだけど。クロコダイル出せる。畑攻撃やってるのか。ユニット20か、ちょっと厳しいかな。んかここぐるぐる回ってんだけど、このケイロン何やってんの。ケイロン何やってんのこの人。空中で空に行こうとしてるのか。あー、ダメだ、クロコダイルも倒された。こっち側も生産はなんで止まってる。肉がないのか。あ、ケイロンなんか戦ってるっぽい？あれどこ行った？あ、ようやく落ち着いた。あのゾンビをどうするか。戦ってよ、どっか行かないで。ケイロンどこ行った？どっか、あ、なんか透明になってる。あ、ちょっとなんかこれ厳しいな、この状態だとプレイするのが。透明になってんだけど。あ、どこ行った、どこ行った。こっから行けるかどうかの問題があるけど、なんか生き返らせやってる、こういうわけじゃなくて。結構やられたね。で、あ、こっち側も終わってんの。あ、ここも全部倒されてる、いつの間にか。あ、まあさすがにちょっと無理だな、これは。一旦リタイアしてまた最初からやりましょう。ということで改めてやっていきましょうか。見ろ、石膏だ。あいつを追跡して宿営地まで行けば手を貸してもらえるかもしれない。いやー、一つ前ちょっと辛かったな。もうちょっとなんとかしないと。高貴な人よ。多分奥まで行き過ぎたような気がする、序盤に。そうすれば
あなたがタマリスクの木へと向かうのを手伝いましょう。さて、あとやっぱり自動はダメなのかもね。あんまり使い勝手良くないのかも。本当に最後の最後にやらないと。黄金どこだっけか、右上だけのような気がしたから、多分だけどここのところに運んでくれるんじゃないかと。牛舎のところに何かあった際にこの木材で確認しましょうか。破壊。ミイラは私たちの宿営地の脅威となっています。砂漠でこれらの墓を探す。ここ今運んだね。攻撃は止まります。とはいえ、じゃあ右上の黄金のところ持っていくかと言われても敵に襲われたらひとたまりもないのでどうにもならないよね、こんなことやっても。あ、敵出てきた。あともう一ユニットいなかった？これやっといて、市場だよね。あとね、これどこか使い道あると思うんだけど、どうなんだろう。あとこれ使えっていう手もある。うん、畑からの食料なのでもうここがなくなってからやってもいいような気がするけど、もしかも最初からこれやっといてで畑で食料大量に早めに確保する。というのが一つありのような気がする。今回復中なんでまだ終わってないね。もう一ユニット欲しい。で、守るならばここ真ん中あたりでね、ユニットを左側に伸ばそうとしたけど、生産する拠点あれは良くなかったのかもしれない。終わったかな。あともういい加減ショートカットをちゃんと全部覚えないとダメかも。ちょっと確認したんだけどやっぱり分かんないものが多すぎた。で、速度早めるのも未だに分かってないんだよね。何かあるとは思うんだけど。違うわ、これ移動はスフィンクス早い？ケイロンの方が早いか？どの道ケイロンじゃないと何か生物があっても持って帰れないんで。どうするかな。今のところ考えが浮かばないで、これを使えという話をしたはず。これで食料多分生産速度上がったでしょう。で、日食は昼が夜に変わる。インワユニットの能力とモニュメントの恩恵が受けられる。どういう恩恵かは分からない。せっかくのね、この神話の要素を全然自分使えてないんでね、もうちょっと使うためにいろいろと触っていかないとダメかもしれない。まあ、守るんだったらここだね、この前の方。ここを塞いでしまえば。次の時代行ける。やりがか、やっぱり。そっか、ここからも来る可能性あるのか。舞台寄せといて、くっといて、ここら辺もやっときましょう。ユニット生産やってるよね。
ソベクというのはなんでこの場所で作ってる？うん、敵に襲われてる。うん、今回手早く中に入れたんでなんとかなるでしょう。今のユニットが危ないか。ロコダイルよ、前戦ってくれ。うん、悪くはない。手早くなんとかできたと思う。あ、これも中に入れられるんだ。でこれどこ行くの、この人たち。出たのはいいんだけど、ちょっと待って、まだユニットいるよ。うわ、かわされてしまってる。畑で働いてもらいたい。ユニット連れてきたいけど、うん、いるね、敵。うん、50ずつ削れてるんで。ちょっと待って、たくさん出てきたんだけど。セーブス先持ち帰るか。真ん中あたりまで持っていく。今してるのをどこに割り当てるか。黄金なんだけどな。ここがどう考えても狙われると終わるので。それではない、こっち側。ここあったっけかな、まあ、左下だよね。あ、向こうが襲われてる。どうなんだろう、ユニットは弱くても作ってった方がいいのかな。この辺のバランスがわからないからね。ヘイロン耐久は回復しきってる。こっち側を守るような感じで。これもお金必要。なぜ全部行ってない。うわー、このタイミングで上から来る。戻りましょう。全部中に入れる。攻撃はやってくれてるはずなので、こっち側に矢倉を作っておく。なかなか終わらないね。これ元の仕事に戻るってのはないのかな、今回。それがあってくれれば一番いいんだけど。これ何かやってるんだけど、何やってる？高位兵器はまだいらない。やっぱりそうだよね、こっちが行っちゃうよね。そして自動設定にしてないから、ここら辺もちゃんと操作しないといけないとなってる。このんびりしてるとね、左下からまたユニットが来る可能性あるから、もうこれはもうお任せでいいでしょ、上に関しては。で、家がない。あ、間違ってる。家作れないのは？え、黄金これ、何、家、あ、家の中心か。間違ってる、見るのが。いやー、何やってんの、何やってんのこれ。行ってくれ、入ってくれ。違うわ、間違ってるんだ。中入って、中入って。出して、まずこの櫓とっとと作りましょう。
そしてもう今終わったばかりなんで敵来ないでしょ。とっととこちら側終わらせましょう。5人分これユニットに近くのところに入らせるってのはないのかな。あ、あるな。オルトと C ね。うん、なるほど。こっち側は戦ってて問題はないのでこのままやっておきましょう。27名暇してる。あ、こっち側ね。かわし割って何か出てきた。クロコダイル作っときましょうか。木材を切らせる。ここら辺の木材は切れない。あ、違う、これユニットか、攻撃の。回復中。こっち側もう一個あったっけかな。そして近くのところに入らせる。多分もうないからか。これたくさん作っとけば一応この辺りの弱い敵であるならば対応はできそう。神話ユニット1体入れておきましょう。でも自動生産やめましょう。あとやんなければいけないのは、武器庫は作ってるよね。これ向ければよかったか。他城塞を作る。全部で城塞作り。これは回復やっといて、ある程度はユニットは増やしたので問題ないでしょう。これも出す。これでようやく金をまともに取れるんじゃない？こっちが。もう一個城塞作りたいと思うけど。10名暇してる。城塞を作るには金が足らない。こっち側早く行きたいけどな。だけども城塞作らないと今みたいな戦いがずっと続くだけのような気がする。襲われてるよ。そしてそっち側から来たってことはここら辺にもう一個ある。ここあったっけか。うん、なんかまだいたっぱ。あ、なんか新たに湧き出してるね。ようやく合流。一服ついたな。城塞作るには信仰の力も必要。こっち側近くのところに入らせる。
わあ、引っかかって入ってないような気がする。18名入ってる。食料もそんなにはないんだよね。城塞のみでは何ともならんか、これは。うん、結構削られてんね。これ鳥邪魔なんだけど、こっちが置いてきましょう。いや、城塞削られるの早いぞこれ、思った以上に。うわ、せっかく作ったのにバカタレが。ようやく到着。せっかくの城塞こんなことになる。また取るには黄金が必要なんでね。黄金のこの場所を守るためにユニット置いとくか。だけど別角度からも来ること多いから。あとできること、食料を取るぐらい。食料取るにもお金必要。いや、どこかさ、市場、こことの連絡つけられる場所ありそうなもんなんだけど、どこと交易しろっていうのか。あと案外ここも早く行ってしまって木を切ると何かストーリーが進む的な可能性あるよね。ちょっと移動させましょうか。まあその可能性が高いかな、こんな苦労をしているのは。単純にストーリーに沿って進まなかったからっていう。これどこにいる。回復待ちたい。そしてまた城塞作りたい。もしかもとっととここでがっつり掘って終わらせてほしい。行きましょう。ユニット少し連れていく。ラクダとかをどこに連絡させればいいか。でも木を切るのには結構な時間かかりそうなので、じゃあここ耐えられるかみたいな問題が出てきそう。でこの時にこの運搬用の牛舎、これ連れていけばいいんじゃない。ちょっと帰りたいな、こっち側に。うん、敵いるもんね。わあ、結構開けたところに敵がいる。あんまり前行ってもらいたくない。これ前の方ちゃんと確保しないとダメなので、牛舎返しましょう。うん、そして下も敵が来てるね。何、ああ、ゾウと戦ってんのか。ここら全部中入れる。これ邪魔だね。がっつり金だけ取ってもらって。ここら辺も中入ってもらって、
一応しのげてはいるので、以前よりかは好転してるかもしれない。好転してるか。敵来てるぞ。イナゴ使ってもな、建物のところに使いたいような気がするけど、イナゴ来てるね、後ろの方。どうなんだろう、味方に当たり判定あるのかどうか気になるけど。神殿が壊された。神殿じゃないわ、今の何だった。ああまあ市場か、市場ならばいいか。別にもう使い道なかったからね。どこ、敵の音。あそこで、なんでこんなとこに神官一人ボケとしてんの。いやー辛い。まだ城塞作れない。神々のモニュメントまだまだ作れるんで。チャリオットね、チャリオット作るのは悪くないと思うけど。ここも、あ、もしかしたらコントロールと C でじゃないわ、オルトと C で元の仕事に戻る可能性あるな、今の見た感じだと。もともと今働いてなかったからここに戻ってきたけど。こことここがユニットを生み出す、ここもユニットを生み出す。そろそろ物資がなくなってるような感じだけど。金は4000ね、頑張った方なんじゃないのこれ。やってきてるね。城塞作っといてよかった。なんかあっさり城塞壊されそうなんだけど大丈夫。あっさりすぎるでしょ。もうちょっとサイド欲しかったな。ここも神殿も危ないね。となると塞ぐかって話になるけど、どの道ここは後々必要になるんでね。通り抜け、門あるのかな。まあ、左側経由できるか。となるとここじゃなく左側経由でここを塞いだ方がいいかも。取り終わった。いや下行けないぞこれ。何かお金手に入る手段ベッドあればいいんだけど。こうなると自動か。
これでいつもヘマしてるような気はね、しないでもないけど。これ城塞作るという手もあるけど。アップグレードできるものをやっていきましょうか。上兵器はどうなんだろう。あんまり使えないような気がするけど。35名とか余ってるけど、まあこれは戻しましょうか。ここがっつり塞ぐかって言われると、いや、金だよな。もう金がなくなりかけてるんで、早くも。敵やってきてる。神殿は治ってる、治ってるね。城塞なくなってるから、ここでラクダ騎兵でいいから、もしくはもう、まあ、全部か、全部やっていきましょう。黄金なくなった。うわ、終わんないぞこれ。形が作れない。戦い自体はこれが結構楽ではあるんだけど、黄金取りに行かないとダメだよねこれね。もしかこの辺りを塞いで、となると敵が別ルートから来る可能性あるから、そこら辺狙うという手も。お金か、お金がない、何もできん、金がなくて。待って、今牛の稲鳴きが聞こえたんだけど、味方か。味方であればいいけど。うわ、クロコダイル部隊。他は何だろうな。黄金を使わないユニットというものが存在しないんだよね。いや、全てが黄金なんだけど。いや、絶対市場どこか連絡できる場所あったんじゃないの。うん、ここも、なんで抜けてきた、ひょっとしたら。畑作るのにも、畑でも作ってないな。いや、こっち側まで前線伸ばさないと、多分無理だと思う。無理だと思うんだけど、それをするには金が必要という。ここで掘るか、一旦。違う、これずっと次の時代に行かずにやってたのがダメだったかも。で、次の時代に行くには金が必要というね。あれだ、民が多すぎるわ、これ、どう考えても。そこでもコスト持ってかれてるから、この点もダメだった可能性がある。これもうポケットしてないでさ。何かやってくれ。敵やってきてんね。
ここは守り抜かないとダメ。良くない方向行ってるよこれ。変に敵を刺激してほしくない。うん、お金十分。終わったならば即座にここ町作りましょう。まあ、全部塞いで時間稼ぎだけでもするという手はあるんでね。これ暇してるの全部持ってきたい。で次の時代にも行けるようになってるはず。ねオシリスのこれ使い方わかんないからな。ユニットのうん神話ユニットの能力とモニュメントの本調発生率が上がる。この辺はもうこっち側じゃなくてこっち側向きましょう。プロセケブルメここは人が過剰か。作り終わったね。うん、あと一人。うん、違うよ。Z をしてるけど、Z は町の中心か。これで敵がこっち側に意識向けてくれるとかそういうのがあればいいけど、特にそういうのがなければ単純に辛い状況が続くだけ。うーん、この辺り。うん、敵来てんね。さてここを抑えられるかどうかが結構この後の戦いの分かれ目になりそう。町の中心もあるんでそこからも攻撃いってくれるだろうから。まあでも一つ上の時代のユニットを作れるようになったことによって強くはなってるはずなので、こっち側見に行きましょうか。うーん、まあそっかそっか、こっち側。あそこ壊してもらって、まあ、連絡もできた。全部強化やっていきましょう。大丈夫、ユニット少なくなってない？だけどここを抜けるのが目的ではないので、やっぱりこっちが行かないとダメだよね。ああなるほど、こことか敵の生産拠点を潰すという手はあるか。この真ん中あたりで場所ポジションキープしとけば、
うん、前でゾウが頑張ってる間に後ろで、いい感じで頑張れてるけど、なんでこれ後ろから後ろから敵来てんだけど、ちょっと96の人口多すぎるな。あ、こっち側も敵来てるんだ。応援に行きたい。ていうかもうこっち側塞いでもいいと思うんで、さて強化は終わった。ここら辺暇な人いない？暇な人がもう全部いなくなってるような気がする。どっかユニット入れっぱなしの可能性あるんで、入れっぱなしはない。城塞作る。ここのユニットはこっち側に向ける。こっちがユニット集まってる。前に持ってきましょう。うん、前の方でも城塞作りたい。わあ、ようやくだようやく形ができた。長かった。こっち側で像を作るのはやめましょう。でここら辺でこれ木を木に行かせる。この牛舎これも全部5に加えて、5は全部前に持ってくる。そしてここら辺の生産、これはあれだな、どこか拠点は壊さないとダメだな。あんまりよく言ってもらいたくないけど、いい感じにレーザー攻撃。町の中心さえ何とかなってしまえば多分終わると思う。やっぱり人口92はいらないと思うので、ここら辺間引きましょう。戦士育成所ね。またさらに左側神話のユニットが作られてるように見えるんで、うん、ここはね神話うん、作る場所が。そんなにねこのクロコダイル強くはないんでね、いいとは思わないけど、まあそれでも操作がすごく楽。うん、右が突破されてんね。
とりあえず襲ってくる場所全部壊し終えたい。こっち側からもユニットが来てるってことは何かがある可能性がある。これで右側から来なかったからよかったけど、そこで来られたらまた状況が大きく変わったと思うけど、まあでもなんだかんだ言ってもうこういうのは知ってるか知ってないかだよね。ある程度敵が来ること分かってれば。さて最後木はどうなんだろう。うん、なんか少し削れてるような気がするけど、5000の HP は変わってないので、ちゃんとこれ意味あるのかな、やってて。防衛施設多分ゾウでやるとあっさり倒せると思う。結構なんか入られてるね。あとここ町の中心、なんでこのぞここ攻撃やってる。石壁に何か恨みがあるのか。前が多分塞がれてるのかな。あとそっか、工場兵器も作っておけばよかった。神殿も作っておく。ここが工場兵器作ってくるんで手早く壊したい。右側ね、ここら辺も拠点があって戦士育成所。ここら辺を一括してオートをやめるみたいな設定もあるらしいんだけど、お花かるぶってんね、あらぶってんね。ちょっと待って、これ何、これここもあらぶってんね。ここら辺の連射オートカットも分かってればまた違うんだろうけど、こことここと。ここら辺適当にやっといて、ガンガン行きましょう。あ、終わった終わった。まあ、木は切り終わった扱いになったのかな、今のは。というわけで19まで来てます。また、では続きやっていきましょうか。では続きやっていきましょうか。19話、奪還。はここにいると思うか。彼はここにいる。ガルガレンシスはケイモスにかけらを見守ってもらいたいはずだ。ということは彼は最悪な一日を過ごすことになるな。ケイモスの拠点は厳重に守る。ということで彼の船をいくつか捕獲すれば、こっち側か、後悔することができる。プロスタエストエトモスヴルメ、英雄系だけでまず突っ込ませましょうか。インティユー。ハニー。
これは宝石とかではない。うん、決めましょう。ここら辺も遠距離で行けるんだれば面白いけど、ちょっと待って、なんか作ってるよ。この人、待って待って、行かない。うんうん、まあ英雄だけでなんとかなりそうな気があるけど、まだ行かないでって。まあ逆にこっちが行くか、僕の方だから。それなんでそっちが行くの、こっち側やってるのに。ああ、よくないよくない。良いのがいるけど、いや行かない、ダメかこれは。さすがに英雄が倒されそうなんだよ今。一人だけ行ってもらいましょう。だから英雄行かなくていいんだって。ここまで遠いのに行こうとしてしまうとは。ここ来たけど、まあ全部倒さないとダメか。うん、いや HP、 まあでも追いかけられてはないから。海賊船、うん、ボート手に入れた。どこ行けばいい？え、こっち側？救ってくれたことに感謝いたします。お礼に巨像を建造しましょう。完成したらお越しください。え、何？あんなところ行くの？これ乗っていくのかな？それともこっち側まで行って、ここでも、こんなのある？どういうルートで行くんだろう？当然ここ、まあ回り込むのか、すごく遠くまで行って。それでダメならもう話にならないけど。ん？乗り切れない？今何名だこれ。22名入って、あー今目の前いるけど敵が。いや厄介だね。置いてってもいいかなとかね、考えちゃうけどね。いやでもここ埋まってるような気がするんだけど。でそうなると、どういうルートで行けってなる。陸あるよね。これはまあ先発隊という形でちょっと行ってもらいましょうか。これが反応しない可能性あるので、海賊船。この海賊船も追いかけてくるとかしなかったので。あ、まあ海賊船だから敵と思われずに進んでるってことか。まあそういうことか、なるほどね。ならばいいでしょう、問題なく。ここの防御を見てくれ。海賊船がなければ俺たちは死んでたな。やっぱりそういうことか。ここに城塞あるね。うん、適当に下ろしてもらって。海賊に自分の家を追い出されたのです。奴を倒すのならお手伝いします。さて、まずは食料。金はまだない。船、魚。全部下ろしたね。これ真ん中やってもらって、切ってもらって、ここは食料、牧草、食料系、紙増やして、コンクリはまだいいか。で一つ通りを作って、あ、金ここあるね。金あるんだけど、ここまでは大丈夫と考えればいいのかな。
この聖職者もこれ回復か。最初からいたっぽいね。まず次の時代に行くには城塞を作る必要がある。黄金があまりないので進むか戻って探すしかありません。戻って探す。ああなるほどね、ここにあるね。海賊船に関しては自由に行き来できる可能性あるけど、ここから上陸できる可能性も、ここもあるな。できるかどうか分かんないけど。うん、ちょっと一人だけでも連れてきましょうか。民事情やってるよね。向こう側でどこか拠点作れる場所もありそうだけど、灯台か。うん、金はこっちがたくさんあるね。拠点作れれば面白いけど、これでここら辺下ろせないか。さすがに無理か、ここからひょいっていう感じで。してくれればよかったけど。じゃあ大量に引き連れていかないと話にならないんじゃない。今とりあえずは試しで連れていくのと、邪魔しててダメっぽい感じがする。試しで連れていくのと、あとはここの金がなくなったらその後考えましょう。城塞ここら辺まで、あんまりでも前に持っていくと守りが大変のような気がする。うん、ここら辺どうなんだろうな。ここの範囲内にユニットがいるとポイントが貯まるのか、それともまた別なのかがちょっとわからないんでね。範囲のサークルがあるってことは何かしら意味はあるんだろうけど。ここ後々いなくなると思うから、こうなるとこれ下ろしてないね。ここが襲われるかどうかの問題もあるけど、どうなんだろうね。こっち側で町の中心、うん、こっち側見ればある可能性はね。なので本来であれば確認したいけど、間違った。これは次の時代じゃなくてもできるけど、木材がない。うん、二人でやる必要性ないんで、一応これも作っときましょう、前の方で。一番いいのはここかな、敵の。ああ、でもここら辺は何だろう、探索ができてない。じゃあ、この辺り。ここか。工場兵器はまだいらないとは思うけど。神殿もないね。前の方すぎるか、この辺りは。探索ちゃんとやって、うん、城塞より前に置くという選択肢はないと思うので、まあ、この辺り置いていきましょう。あとは武器庫あたりを作る。武器庫も分かりやすいところがいい。後ろ側でいいでしょ。うん、早くも作り終わって。アーカントス、コロッソスを用意しました。うん。
どこの話？攻撃の準備ができるまで大きな森の後ろに留まり見つからないようにする。なるほどね。早い段階で行ったらダメ。あ、ケイモスの石膏が来るまでって書いてあるね。敵来る可能性あるから、急いで何かしないとダメなんだけど。今のうちに操作できるうちにちゃんとやっていきましょう。あ、そこにいるの？え、ここ、こっちが攻めてくるのかな？それともこれを移動させて、これこっち側に持っていく。今は3名か。まあいいでしょ、3名でも。次の時代には行ける。あと3分ね。余裕は。食料がない。食料人口やめましょう。金もないので金もやっておく。ここら辺は食料は。これで金なくなるからな。よくはないんだろうけど。いや、これはもうこうやんなくてよくて、こっち側。残り1分ぐらいで、ユニット作り始めたい。これさ、何やってんのここ。魚、取りに行ってもらいたいんだけど。ああ、まあ、ならば、畑いらなかったね。うん、金掘ってもらって。うん、来たね。違うよ、行って。あ、これ何、詰まったとかそんなことない？詰まってるっぽいな。となるとここら辺木切ってもらわないと。いや、そんなことある？ここで詰まってるんだ。うーん、固くやっといて城塞をうまく使っていきたい。やっぱりゾウかな。ずいぶん手狭だから。ここら辺暇になってるね。向こう連れて行きたいけど、もうこんなにたくさん行く必要性ない。とりあえず木を切って通れるようにしてもらいたい。よくないね、これ。この状況はよくないね。ん？これ、石膏45か。一瞬上の方の数字、まだ14分ぐらいあるのかなとか思ったけど。そんなことはない。どんなもんだろう。これもうここじゃなくていいでしょ。向こうに持っていくという手もあるけど、前で戦ってもらうか。石膏1。何語喋っちゃうの。ケイモス軍に発見されました。それはどこのことだ。これもういいよ、作んなくて大丈夫だよね。もうやってくる気配がある。さて行きましょう。これまだか。まだ通れない。うん、悪くない悪くない。発見されて、この船絡みはどうなんだろう。ダメになるのかな。あ、なるほどね。これね。攻撃食らってるもんね。軍船出しましょう。
あ、次の時代まだ行けてない段階でいろいろ作ってしちゃダメだったな。食料待ち。人口が限界に達している。これそろそろ通れるようになったんじゃない？まだダメ？この段階でなんか引っかかってるような感じになってるね。こっちが作ってこっち側の港はもう処分しましょう。こっち経由では通れないか？通れないか。エンウェッジインティユー。アーカントス、コロッソスを用意しました。全部海賊船。コロッソス用意したのはいいんだけど、これ持ち運びが海賊船ならなんとかなんのかな。この作られたのは、作ったのも海賊船でね。いや違うな、召喚艇あるから。あ、攻められてるのは召喚艇だけっぽいね。ならばいけるのか。これは一石向かわせましょうか。通れる？通れない？いや違う、これを削らないとダメという話をしてたはず。うん、海賊船でもダメだね。じゃあ連絡つけないとどうにももうならないと思うので、早い段階でちゃんとこっち側に大量にユニット送っといて、ここ掘れるような環境を作っとくべきだったかも。もう何もできない。どうすればいい、これ。このユニットは火切るぐらいしかないんだけど。食料は間もなく、金が取れないので、実際どうしようってんだこれ。船も多かれ少なかれ金は必要とするので、いやこれも事前に知ってるか知ってないかだな。ここでずっとこもっててもな。そして金貯まるのかなり時間かかると思うので、こっちが探索で町の中心触れる場所があればいいけど。最初スタートした段階でこっからスタートだから、こっから戻って探索して、そういう街の中心に作れる場所があっさり見つかるかっていうね、そういう問題も出てくるので。ちょっと遅れたね、これに関しては。完全に敵がやってきてる。金がたくさん取れそうなのはいいんだけれども、攻めるしかないかも。ここからどこかつながってればいいけど、そんなことはないでしょう。万が一もう攻められんじゃないこれ。あー違うわ、次の字で行かないとダメなんだ。待ちましょう。うん、多分今生産やってないはずだから、どうするかな、どうするかな、もう何もどうしようもないんだよな。これ全部破壊していくというのは、そもそも船作るのにもコストかかるから無理なんだよね。陸から全部追いかけるとか、
これ水の中泳げるとかそんなことないよね。ちょっと人口も、でもまた33か、そこまで多くないな。あー違う、こういうことやったらダメだった。攻めてきてる。だけど船を作るコストがない。軒並み金が必要になるので、神話のユニットも200金が必要になる。こっち側に早くに送るべきだったな。もうそれだけだよね、今回のポイントとなりそうなの。うん、倒しきった。880、イナゴでなんとかしようにも。やるとしたらここら辺の武器庫か。武器庫は面白くないね。あと、ここ金あるので、やっぱりここら辺まで行けば、なんとかなりそう。ここから先は、目指すのは、大軍勢を築いて、ケイモスの拠点を攻める。攻めるだけなので。まあ、そこまでかな。うん。溜まりきった。次の時代、隕石、行きましょう。アーカントス、コロッソスを用意しました。そっち側で用意されても、ほんとどうにもならんからな。大量に余ってるのもなんとか使いたいけど。生きるぐらいしかないか。そして可能であればアップグレードやった後に攻めたいけど、まあそれ待たずでも行ってしまっていいか。もう行っちゃってるね。いいでしょ、行かせましょう。何かしらアップグレードやっていきたいけど、ポイントが足らない。うん、なんだかんだで前の方行けてるんで。ここさえ押さえてしまえれば神殿の場所金が取れるんで、上は行ってほしくないな。船も内陸から攻撃できている。上の人口のところはいいでしょう。さて、人連れてきましょう。これで急に大軍団が寄ってきたら嫌だけど。うん、なんか今回はこんなに難しくならなさそう。ゾウが強いからかもね。いや、向こうもゾウの大軍団来てんだけど。あそこは引くべきかどうかなんだけど、ちょっとだけ引きましょうか。船も早く壊したかったね。ほら、これ敵？これ味方？味方だね。下誰か倒されてる。上あれだな、城塞があるからあんまり上行ってもらいたくないな。でその際にこっち側ルートで行ってもらいたくない。結構削られてる、よくないね。で右側からもこの町の中心があるんで、
いい状況にはなってない。これ壊しましょう。港この間に金をガンガン取ってくれればいいけど、結構この左側硬いね。敵の遠距離系、うわ今ガッツリなんか倒したような感じだったけど、イナゴ忘れてた。また隕石、隕石はこれ、うん、見えてない位置だったからダメだったっぽい。うん、町の中心いい感じにダメージは通ってるが、ここがさ前なんかものすごく硬いんでね、っていうか像しか出してないのがダメなのかもしれない。あ、クロコダイルも出してなかった。あ、ここら辺襲われずに踏んでいる。倒されてしまった。待って、英雄いた？ここに。わあ、何のんびりやってたんだか。さらにいる？ちょっと待って、なんで英雄こんなとこにのんびりやってんの？うん、ダメだ。金が圧倒的に足らなすぎる。ようやく英雄やってきた。ちょっと失敗したな。肝心の英雄がいないのと、やっぱりゾウの軍団が敵も硬くて辛いので、ここら辺なんとかしないとダメなんだろうけど。英雄結構削られてんだよね。これでもここはしのげそうな気がする。うん、しのいだ。いや、そんなとこ行かなくていいから。そんなところちょっと移動して。ここもう守りましょう。城塞作れないか。アーカントス、コロッソスを用意しました。いや、コロッソス、どっち側で用意されても、それもやんなくていいでしょう。こっち側。すぐ行っちゃうからな。防御体制にするという手は当然あるんだろうけど。クロコダイルが。クロコダイルだけでいいよ。これ来なくていいよ、この人。うん、一箇所ずつ潰していかないと。で、僧侶を一人雇いたい。こっちができるだけのお金がない。お金は貯めましょう。違う、自動生産やめて。ここだけでも壊せばまた変わるでしょ、状況。戻りましょう。まあ、ここからだったら反撃食らわずに届く。うん。ああ、敵の艦隊来てるね。違う、やりようがないんだよね。わ、コロッソス軍団が、こんなところで。金貯めて何をするかというと、ゾウの能力を上げる。まずは、うわ後ろから来てるぞ。早い早い、まだ行かなくていい。まあいいでしょう、もう行きましょう。ここものんびりしてないで。
これ肉が足らないか。ならば。トトの章、畑の収穫量とかが上がる。うん、なんとかなってるね。待って、なんでこんな激しい音楽なってる。ここを潰しに行った方がいいか、上。これはこっち側経由で行ってもらいたい。なんか降ってくるけど。そして食料がないとアップグレードができないんだってね。ゾウに関してはもう城塞の方行かせましょう。あー、また爆破。ここさえ壊してしまえれば上から追いかけられる心配なくなるんで、またここが沸かすユニットもいなくなるでしょ。大丈夫だね、倒されても。なんかゲームオーバーになりそうな気配あったけど。逃げましょう一旦。これさあ選んでるはずだけどな。うわ、引き寄せてしまってる。ここ英雄、戻ってきてくれてる。なんとかなりそうか。ようやく。一服となりそうな気配がある。戻ってくれ。ここでずっと掘らされてる人も大変だろうけど。だけどそれによってなんとかなってる。あれ終わった？あれ、なにこれ。どっか取った扱いになったかな。さっきなんて言った？お前の船から俺の首を吊るとか。お前の頭はいずれマストの飾りになるさ。たとえぶった切るのが俺じゃなくともな。もしかしたら戦いの中で今のがいて倒してしまってた可能性あるね。気がつかなかっただけで。というわけで、またこの後続きは次回以降やっていきたいと思います。また再生リストから続きご覧ください。ではでは。